こんにちは、ドルノアです。今回は世界的有名なアーティスト、ビリー・アイリッシュとジャスティン・ビーバーの関係性について紹介していこうかなと思います。ビリーが幼少期から憧れているジャスティン・ビーバーとコラボを果たしたバッドガイはご存知ですよね。まずビリーがどれほど熱狂的なジャスティンのファンなのか。バッドガイの表紙にもなったこの写真は一面がジャスティンのポスターで、ドアにはフォーエバー・ビリーバーと永遠のビリーバーというボードを飾っていました。ビリーバーというのはジャスティン・ビーバーのファンの通称で、ビーバーとビリーブを合わせた意味があります。そしてジャスティンの曲が出るたびにその曲を聴いて大泣きするなど本当に大好きなのがわかると思います。その出来事からビリーの母親はセラピーに連れて行くことも実際に考えたそうで、あまりにも熱狂すぎて苦しんでいたと言っていました。自分もビリーバーなのですが、いくらなんでもそこまではならないですよね。ビリー・アイリッシュがジャスティン・ビーバーの大ファンであることは以前から様々な場所で公言していましたが、4月に開催された全米最大級の音楽フェス、コーチラフェスティバル2019の会場でジャスティンと初対面しました。ジャスティンはその様子を自身のツイッターに動画でアップしており、彼女をとても誇らしく思っているよとコメントを添えていました。この動画にある通り、ビリーとジャスティンが30秒ほど見つめ合った後に超長いハグをしていました。その後はジャスティンたちとダンスなどをしてライブを楽しみました。その時にはアリアナが会場で歌っていたりと、もう本当に豪華メンバーですよね。この動画のコメントであったのが、アリアナの曲をバックグラウンドにするのは贅沢すぎるなどいろんなコメントがありましたが、中でも一番センスがあったのは、 Justin with a face mask was ready for the corona before it started。 マスクをしているジャスティンはコロナが始まる前から準備していたっていう、これは天才だなって思いました。たまにコメント欄でこういう天才現れますよね。このことからビリーとジャスティンは交流関係を築き、 Bad Guy with Justin Bieber をリリースすることになりました。もともとジャスティンのファンからスタートし、自力で歌手になり、憧れのジャスティンとコラボ曲をリリースするなんて本当にすごいですよね。チェンジーズのプロモーションで Apple Music の番組に出演したジャスティンはこう語っていました。若くして音楽業界で成功したものの、何を頼ったらいいか分からなく辛かった。みんな僕のことが大好きだと言うけれど、次の瞬間には背を向けるんだと自身の辛い体験を語っていました。ご存知の通り、ジャスティンは小さい頃から注目されていて、常に周りからのプレッシャーが強く、ジャスティンならいい曲ができるとか、13歳の時には世界中から称賛してもらえるような存在になり、何百万人もの人々から大好きだと言われ、一つのスキャンダルを起こしたりすると、今まで好かれていた存在から一変して、バカにされ、批判され、嫌われている人物になってしまうことなどが何度もありました。そのような責任感、圧力にずっと悩まされていました。その体験をしていたジャスティンはビリーについて、彼女にはやりたいことをやらせてあげてほしいし、必要ならば僕がそばにいるつもりだ、彼女を守りたい、僕が通った道を彼女には通ってほしくない、というか誰にも通ってほしくないよ、もし彼女が僕を必要とするなら電話一本くれればいいと知っておいてほしいと涙を拭いながら語っていました。そのインタビューを見たビリーは思わずもらい泣きしてしまったそうで、ビリーだけではなく母と父も泣いてしまったそうです。普段は絶対に泣かないという石みたいな父親とビリーが言っていたのですが、その父親までも涙をしたと言っていました。この石みたいな父親っていう表現の仕方がビリーっぽいですよね。そのビリーは2019年3月29日に発売したデビューアルバムは全世界18カ国で1位を獲得しました。米ビルボードアルバムチャートの年間アルバムチャートは史上最年少で1位に輝きました。代表曲バッドガイは全米シングルチャート1位を獲得し、2000年以降に生まれたアーティストとして史上初の偉業を達成しました。今ジャスティン・ビーバーより勢いのある歌手と言ってもいいくらい今大注目されているアーティストだと思います。はい、ということで今回はビリー・アイリッシュとジャスティン・ビーバーの関係性について紹介しました。他にもジャスティン・ビーバーとテカシの関係性についてとか、ジャスティン・ビーバーの車についてとか紹介しているので、もしよかったらそちらも見てみてください。それではまた。